始まる？もう始まりますか？始まんないけど。まだ。あ、始まった。どうもこんばんは。こんばんは。聞こえてますか？声は大丈夫ですかね？音声とか。あ、来た。天ぷら来た。あ、始まってますね。始まってますよ。映ってますよ。はい。ということで、今日はですね、約4ヶ月ぶりにカノンさん登場ということで、今日のライブ配信スタートでございますということで、じゃあ乾杯しますか。はい。はい、じゃあ皆さん乾杯。もう飲んでるけどね。はい、もうすでにこれ2杯目ですけど。早いですよ。早いですよ、うん、北海道居酒屋ね、北海道寿司、うん、カモン。お寿司はちょっと後で頼みますけど、うん、ちょっと当てねみたいなのを今、はい、食べてましてね、食べておりましてですね、今日はこのですね、北海道居酒屋蝦夷屋から、うんうん、前も前回もねやりましたけど、そうですね、はい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 、7月だからね、7ヶ月前、うん、7ヶ月前に同じ店で、うん、あの配信をしましてね、はい、まあ7ヶ月ぶりにこのお店を借りてですね、個室を配信しておるわけですよね。カヌンチャンネル。カヌンチャンネル。カヌンチャンネル。そう。カヌンチャンネルですか、これ。カヌンチャンネルね。はい。カヌンチャンネルということでね。わかりました。カヌンチャンネルです。今日だけですね。はい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 、はいね。今日だけです。今日だけね。はい。カヌンチャンネルということで。カヌンチャンネル。ああ。もうとっくに飲んでます。ああ、とっくに飲んでます。まあ今日報告があるというところですね、うん、このライブ配信を始めたわけですけれども、何ですかと、報告って何ですかと、ワクワクしてますよ。報告って何ですかと、わざわざライブ配信までやってね、うん、皆さん何のことかな、結婚するんですかと、何ですかということですよね、まあまあまあ、それは最後にしますか。それはすごいみんなお前知りたい。いやいやいや、いいんじゃないですか。後でね、うん、ちょっと食べよう、はい、ちょっと食べようね、これ、明太子天ぷら、明太子天ぷらね、うん、うん、美味しい、明太子天ぷらね、やば、明太子でビールに合いますよ。僕はあの南部の旅でから帰ってきてですね、初めての日本食ですからこれ、うん、日本食を初めて食べましたからね、これ、うん、ちょっと2ヶ月半、うん、ちょっとタイ料理だけ食べました。タイ料理だけだね、うん、南部の料理、うん、そう、あの南部の料理ばっかりでしたよ。そう、はい、どうですか、どうですか、タイ、あの南部の料理は南部、うん、辛いのいっぱいあったね、うん、辛いの、クロワクリンとかね、うん、クロワクリン、クロワクリンか、そう、ね、うん、そう、あれも辛いし、辛いですね、まあ、ゲーン、うん、うん、辛かったし、なんか南部の料理だったら、なんかココナッツ系だったらすごい美味しいです。ああ、ココナッツね、うん、そう、辛いし美味しいし、うん、そう、うん、ねえ、美味しかったよ、うん、
気になる。引っ張りすぎか。行っちゃいますか、じゃあ。ん？いいですよ。ねえ、まあまあ、あんまり引っ張ってもあれですからね。うんうんうん、じゃあ、ちょっとご報告をですね。うん、はい、どうぞ、じゃあ、カノさん、どうぞ。私じゃあ、報告することがのは、はいはい、今年から、今年の1月から私、トリプルの会社を戻りました。はい、はい、トリプル戻ってまいりましたということです。はい、それもまた西尾さんですね。はい、もう何年ぶりですか ?2 年、3年ぶり。2年、3年ぐらいですか。そう、2年と3年ぶりぐらいまた一緒に、はい、お仕事にします。はい。はい、そうですね。そうですね、うん、ということで、まあ以前ね、2020年の3月まで、うん、4月半ばかな、うん、働いてましたけどもね、ちょっとコロナで、うん、まあ一回ちょっとね、退職っていうことになったんですけども、まあ仕事が増えてきましたんで、はい、うちも、うん、戻ってきませんかということでですね、戻ってきていただいたと、うん、で僕はあの南部行ってる途中で戻ってきたんですよね、1月にね。僕いないオフィスでずっと働いてたっていうね。僕はいなかったんですけど、1月だ、1ヶ月半ぐらいは、そうそうそう、僕いなかったんですけど、ずっとまあその間ですね、そう、お一人と、ね、猫、猫とね、そう、一緒にいます。はい、まあ働いてくれてたということですけど、うん、もう3年ぶりです、約ね。そうですよ、カムバックということで、うん、そう、カムバックしましたー。3年ですからね、2020年ですから、うん、そうです。エロルダー、おかずさん、エロルダー、おかずさんって、かのちゃん、頑張ってねーって書いてある。頑張ります、頑張ります、頑張ります。エロルダー、おかずさん、カンパーン、カンパーン、ということでね、うん、はい、皆さんすごい、おかえり、じゃあ私、うん、ただいま、はいはいはい、ねえ、ね、帰ってきましたから、うん、1月からね、だからやってました。だから2月のね、あ、マノアさん、それは嬉しいご報告です、うん、西尾さんを知る前からカノンちゃん見てました。あ、僕の YouTube の前からね、はい、カノンさん見てた、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、ずっと YouTube やってましたからね。うん、ありがとうございます、マノスさん。でも今回の、うん、まあ、お仕事をもらってて、うん、いろいろな、なんか、うん、やっぱり少しが変わりましたんですね。うん、そう、まあ前にも、その時は私まだ、まあ、若いから若いからそう、25、うん、24代ぐらいかな、うん、そうそう、まだいろいろなやることがすごいワクワクしたから、はいはい、でも、まあ、今回戻ってて、自分の、まあ、やっぱり大人になってるから、まあ、大人じゃない、お恥ずかしいけど、でもまあそろそろ30になりますよ、はいはい、そうね、そう、結構前ですね、そうね、そう、30ですよ、もうすぐ、うん、ね、ちょっと待って、コウジさん、コウジさん、コウジさん、うん、かのんちゃん、お久しぶりです、おかえりなさい、コウジリーさんです。はい、コウジリーさん、ありがとうございます、ただいまありがとうございます、コウジさん、コプンカー、マノアさんもコプンカー、ありがとうございます、コプンマーカー、コプンマーカー、ね、ね、よかったですね、でもこうやってみんなに言ってもらえるとね、過去の、あ、ちょっといろいろ来てるの、すごいメッセージがいっぱいありますよ、いっぱい来てるね、過去のカノンちゃんの動画は再公開になりますか？ね、まあ、
気になるのは YouTube ですよね。はい。タキーさん、カノンちゃんファンが戻ってきたらどっかのロケであったキヌコの旦那はまた嫌われてる。誰でしょうね、キヌコさんね。全然知らないですよ。キヌコさんね、いましたね。よく覚えてますね、ほんと。それをもう。よく覚えてますね。そうですよ、滝井さん。滝井さん、ありがとうございます。ありがとうございます、滝井さんね。キヌコの、キヌコさん、だいぶお風呂行ったまま帰ってこないってことね。もう。ね。前の動画ね、うん、かのんちゃんの激うま大食堂も復活してほしいと。まあ気になるのは YouTube ですよね、だからね、うん、そうそう、皆さんがちょっと気になってるのは、うん、まあその YouTube の話はあれは、もふもふさん、はい、かのんさん日本語上手なのでガイドしてくれたら最高ですね、もふもふさん。うわー、もふもふさん、いいですよ、ね、予約トリプルで予約してください、ね、私行きます、ね、そうそうそう、まあまあそうね、前はあのガイドと YouTube、うん、まあ2つをやってましたね、以前は。で、今回はですね、彼女戻ってきたのは、まあガイドっていうよりはですね、ちょっと中のお仕事ですね、うん、まあ、仕事忙しくなってきまして、ちょっとね、オフィスワークの方にですね、彼女今、うんうん、やってまして、ガイド業はですね今、まあ、やってないっていうか、まあ、戻ってきてからやってないんですよね、うん、そうなんです。なんかガイド業は今のところやってない、ご要望あればやるかもみたいなノリでございましてね、そうなんです。カノンちゃんとバンコクツアーお世話になったものです、だって福ちゃんさん、あ、そうなんだ、うん、行った人がいるよね、だから、はい、なるほど、そうなんで、ね、オフィスワークなんてもったいないですって書いてある。もったいないですあ、でも、なんだっけ、いいタイミングがあれば、うん、その、なんかガイドもしますよ。ガイドもね、そうそう、ガイドもやりますけど、そう、まあ、今はメインは僕、うん、まだオフィスの仕事が、すごい忙しくて、はい、そう、もし時間がすごいいいタイミングがあれば、ガイドもしますよ、うん、ね、ご要望ありますかね。そう、私も、ガイドライセンスもったいないから、ね、それを絶対やらないと。ライセンスもありますからね。そう、そうですよ、そう、すごい勉強しましたから、まあ、大変ですね。気まぐれさん、うん、西尾さんの会社も忙しくなってよかったです。日本語検定試験もまたチャレンジしてね。頑張りますよ。でも日本語の、ああ N2 は N2 あれじゃないのこれ。そうね、日本語でももう結果出ましたから、うん、やっぱり私今回が無理です。うん、N2 難しいね。難しかったですよ、うん、そう、 N2 ちょっとね、うんうん、まあまあまあまたね頑張ってね、そう、行きましょう。気まぐれさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私、頑張ります。頑張ります。カノンさん、頑張ります。福ちゃんさん、ガイドめっちゃ楽しかったですって書いてあるよ。うん、よかったね。ガイド楽しかった。ありがとうございます。そうですね。キリコさん。カノンちゃん、お帰りなさい。嬉しいです。今後の活躍期待してます。キリコさんね。はい、キリコさん。キリコさんね。あ、ちょっとこっち見えないけど。はい。はい。ここの活躍期待してますと、うん、キリコさん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。キリコさん、応援してください。乾杯。ありがとうございます。うん。まあまあ、とりあえずちょっとね、ガイド業もやるんですが、うん、今はね、中の。僕のお手伝いというか、はい、そうですね、そうですね、僕のこう、なんていうんですか、側近みたいな感じですね。僕がこれ調べてとか言ったらこう調べたりとかね、うん、あれ手配してって言ったら手配したりとか、うん、まあ、そっちの方を今メインにやってまして、うん、っていうことですね、うん、はい、
西野さん、皆さんこんばんは。そして丸の内 OL みたいなカヌさん、こんばんは。カヌさんなら、安心して観光できそう。もうありがとうございます。嬉しいね。うん、嬉しい、嬉しい。ね、このチャドさんっていうのは前あの、はい、カヌさんのツアーにね行った人ですよ、はい、うん、一緒に。そうそうそう、一緒に。カヌンちゃんお帰りなさい。カヌンちゃんが新しいカオジーを派遣するのを見たいですカオジーね、このアイホーノさんでカオジーが好きなの。カオジーね。あ、カオジー、カオジーね。あ、カオジー、カオジー、カオジーが好きなの。おお、すごいね。カオジー自分で作ってるの、このアイホーノさんは。日本で、日本で、日本で。うー、すごい。カオジーのお店やりたいんだって。それぐらいカオジーが好きなの。おお、すごいね。そう、ね、カオジー、カオジーだからまたね、うん、美味しい店紹介してくださいね。はい、見つけたらすぐ言いますよ、紹介しますよ、ね、はい、ということで、うん、ありがとうございます。あやほのさん、乾杯。乾杯。はい、としさん、うん、西尾さん、ツアーガイドかのさんご指名したいです、よろしくお願いします。トシさんもすでに予約入ってんの、この人この方はもう4月に、はい、予約入ってんのよね、トシさん。トシさんね、日程とか言っちゃうとちょっとあれだけど、本当ですか。ね、4月のね、ちょっと日程言っちゃうとあれだけど、この人、あー、はいはい、この方、うん、レトロス、あ、いや、言っちゃダメだよ、これ言っちゃダメだよ、はい、お客さんの情報だから、はい、これね、わかりました。トシさん、はい、トシさん、カノン高いよカノン高いよ、トシさん、地球だったら1時間飲ませるのがいいよ。1時間じゃないですよ、地球ですよ。あ、そう、地球ですよ。カノンちゃん高いよチップ高いよ、トシさん。チップいっぱいあげてくださいよ。ガイドライド別ですよ、うん、ガイドライドとチップが全然違いますよ別々、そう。ねえ、まあまあ、ありがとうございます、トシさん、はい、ありがとうございます。じゃあ、良きようにしときますので、はい、20、あ、20言っちゃダメ、日程言っちゃダメですよトシさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、うん、もう見る、ないですか。あ、見るね、ちょっとじゃあ、うん、はい、トシさん、それはもうやっときますね、良きように、はい、いや、良きようにやっときますよね、良きようにやっときますよ、もう、は、生ビール、生ビール、ね、塩越さん、大人っぽく美人さんになりましたねって言って、うわ、もうそろそろ19歳ですから今は 29? 29、はい、そろそろ29、今29だもんね、だから、そうそうそう、あ、だからそれはもうあれですよ、大人の女性ですよ、もう来年だから30です。あれ違うわ、5月か誕生日、6月です。あ、6月か6月で30、あ、6月で29、え、29、あ、6月で29ね、はい、あ、なるほど、うん、なるほど、6月の何日だっけ、26日、あ、26ね、はい、滝さん、滝さん、女性限定ズーム飲み会に、別に西尾さんを開催するならカノンちゃんと男性限定ズーム飲み会開催希望滝さん来るの、これやったら男性限定でカノンさん来たら来るの、うん、だ、滝さんはいいけど、別にやってもいいけど、別にナイスアイディアですね、それ皆さん、あの、ズームって分かる、ズームってあのオンラインのあれね、はい、あれで俺やってんの、たまに、うんうん、あの見てる人とね、一緒にこう、はい、そう、やった、来んの、滝さん、オンライン飲み会なんか来たことないじゃん、だってでも私来たら多分来る、来ますよ、滝さん、滝さん来るの10時に寝るもんな、滝さん私
竹井さんお酒飲めないから、ね、いや、じゃあお茶も乾杯 しますよ。まあお茶でもいいけどね、別にノンラインのやつ来たことないのよ。いや別にいいですよ、やりますか。別にやってもいいですけど。じゃあ男性限定男性限定のオンライン飲み会 with カヌンさん、はい、ね、こういう YouTube では話せない話もね、オンライン飲み会だったら話せると。そうそうそうですね。はい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 、わかりました。じゃあやりましょうそれは、うん、じゃあ何曜日が何曜日もう決めんの日程もう日程決めんの。これも西田さんお任せます。コロナ前にカノさんのご案内でアバイブーベ病院のツアーに参加。あ、アバイブーベやったね。アバイブーベ懐かしいね。すごい、アバイブーベ。そうそうそうですね、とても楽しかったです。そう、ありがとうございます。アバイブーベね、うん、そう、アバイブーベ2018年、2019年にカノちゃんのツアー参加しました。お、うん、福ちゃんさんね、いつも皆さんも毎年毎年、よく一緒に私と、うん、私あの案内しましたから。そう、ね、そうそうへえ、いっぱいいるよ、ほら。そうそう、カノンさんファンがいっぱいいるよ。ありがとうございますね。ちょっとなんかゴールデンウィークちょっとね、食事会みたいなのやろうと思ってまして、またね、うんうん、食事会かツアーかちょっと分かんないですけど、はい、ゴールデンウィークね、皆さん日本からタイ来られるんで、うんうん、ちょっとなんかね、そう、後ではい、やろうかな、うん、まあちょっと今、内容は何するか考えてますんで、うんうん、ゴールデンウィーク来られる方、ぜひですね、なんか参加してほしいなと思いますよ、はい、うん、アバイブービー行きたいところです。うん、あ、遠いもんね、あれ。そう、バスでもバンでも、うん、まあバンが一番早いだと思いますよ。うん、3時間ぐらいかな。4時間です。4時間ぐらい時間です。アバイブーベね、はい、ブラチンブリ県、ブラチンブリ遠いもんね、うん、そう、遠いですよ、アバイブーベ。そうでもあそこも、うん、まあいいところですね、うん、まあ病院の中にマッサージもマッサージあるからね、できるし、そう、ハーブのあの商品、うん、そう、いろいろなんかあるから、うん、そこもすごいいいところですよ、うん、また、健康的なのお料理、うん、ああそうね、そう、レストランがね、そう、美味しかったです。レストランあるからね、うん、レストラン綺麗し、メニューがいっぱいあるし、美味しいしね、うん、あそこもね、そうそう、そう、あそこもいいです。うん、4月発券分からサーチャージが下がるの、うん、4月からなんか飛行機の値段安くなって、え、うん、ゴールデンウィーク行く予定です、うん、一緒に写真も撮っていただき、あの時は大変お世話になりました、ありがとうございます。え、一緒に福ちゃんさんが一緒に写真撮ったって、カヌンさん、いつだっけ。ちょっと待ってください。ええ、やばい、一緒に、あの、ツアーでしょ、ツアーで、ツアー、そうそうそう、うん、すごいですね、すごい皆さんが覚えてますね。アバイブーベ病院のツアー中にカノさんといろいろお話しさせていただきました、うん、とても良い思い出です。はい、うーん、ありがとうございます。なんかやっぱり私、アバイブーベツアーした時にすごい緊張したかったんですよ、うん、あ、そう、なんか色々、ね、そう、難しくて、日本語難しいもんね。そうそうそう、松高さん、さん、日本、西尾社長、良い相棒が復帰されましたね。練習で飲んでます、カノさんに乾杯。あ、松高さん、うわ、ありがとうございます。松高さん、乾杯、乾杯、練習飲んで、グイッと練習、うん、ねえ、そうですか、うん、結構でもいるね、やっぱりその当時もうあれだってツアーやってた時の2019年とか2018年だからね、ガイドやってたのね。そう、初めてやる。2020年はもうほとんどやってないもんね、あれ、うんうん、もうコロナになっちゃったから。やっぱり2019が一番多かったんですよ、ね、まあ、YouTube もやったしね。そう、 YouTube もやったから顔もみんなね、知ってるし、うん、そうね、1ヶ月2回か3回くらいがお休みしたんですよ、私。あー、少なかったね。そう、少なかった、いっぱい働いてたもんね。そうそうそういっぱい働いてたもんねって、それ仕事入れてたのは俺だけどね
全然あすごかったね、休みなかったもんね。そうそう、オフィス全然似てなかったんですよ。オフィスが1ヶ月に2、3回しか俺会わないもんね。そうそうそう、ずーっとやってたもんね。あーずーっとツアー行ってたから1ヶ月2回くらいかな、大体オフィス来たのね。そう、来て、挨拶して、はい、お疲れ様です。ほとんど毎日ツアー行ってたもんね。そうそう、ガイドで。そう、めちゃくちゃ忙しかったけどね。 YouTube やるときだけ、ただ YouTube やるときだけ、あの会社ね、うん、あツアー入れなくて、そう、撮影毎週やってたからね、あれ。そうそうそう、1週間1回ね、うん、そう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 、あの時はまあ、あのスポンサーがね、ついてたからね、アクティタイランドさんがね。そう、そう、絶対週1回撮影しないといけなかったんで、うん、そうですね、週1回は撮影の日に頑張ってて、会社来てくるね。すごい頑張りましたね。そうね、うん、コンビニでビールは面白かった。コンビニでビールもあれ、もうあのコンビニないもんね、あれ。そう、今もうファミリーマートないよね、あれ。ファミリーマートもなくなって、なんか謙信、そう、謙信の居酒屋さんに大きくなりました。居酒屋なってるね。そう、謙信、日本酒飲んだね。そうそう、タイ人のオーナーみたいかな。ああ、ワンカップ飲んだもんね。そうそうそう。ああ、まあ、また新しいのコンビニか探しましょうか。そうだね、ま、たローソンとかね。そうそう、ローソンとか。そう、チャイナドレスが可愛かった。ああ、あの1万人いた時、1万人、そうそう、1万人のサブスクライブが1万人いったね。はい、そうですね。あのチャイナヤワラアート特集だよね、うん、そうそうです。来たね、あれ、あれヤワラアートで買ったんだよね、チャイナドレス。そう、チャイナ今どこにあるかな。ないの、あれ、ないの。思ってなかったんですよ。どこにあるかな。ないの、あれ。まあでも前に、ああ、シャイニーズニューイヤー、1月のシャイニーズニューイヤー、ああ、なんか来たの。そう、いや、戻ってて、私、あ、シャイニーズの服着ようかなと思って、うんうん、でも自分の服が探してる、どこかわからなかった。なくなったね。なくなったの。わからなかった。なくなっちゃったのね。カノンさんのガイドで、あゆたやのエビ市場に行きました、うん、今もエビアレルギーなんでしょうね。そうです。エビアレルギーですね。そう、私ほとんどなんか大きいのエビダメですね。そう、皮エビ、もうロブスターもダメですよ、私。今もダメです。そうそう、ダメです。今もダメです。ビール飲み比べ企画とかもやってましたね。あ、やったね、あの缶ビールいっぱい。あ、そうそう、あれうちのオフィスでやったんですよ。あれ、あれ撮影したのはあれ前の前のオフィスですから。そうそう、シーロムにあったね、うん、シーロムのオフィスにあれビールいっぱい買ってきてね、そう、うん、撮影しましたよ。あれお昼からですよ、皆さん。そう、夜じゃないもんね、あれ。そう、お昼から、なんか昼からやったんだよね。そう、いろいろな飲んで飲んでね、美味しいとかつってひどい。でもまあね、あれが仕事ですから、うん、ビール飲むのが仕事ですからね。はい、よくやりましたよ。あれはまだ YouTube で上がってますけどね。うん、そうそうそう、うん、お寿司頼んであげて。いや、お寿司はね、いや、さ、いや、これライブ中は食べれないから、あんまり終わってから食べようかっていう話してるんです、うん、そうですよ。で、どっちか聞いたんですよ。ライブ始まる前にお寿司食べるか、終わってから食べるか、うん、こう喋ってるとほら、あんまり食べれないからね。そうそう、あの、これライブ終わってから食べますよ。後で食べます。後で、ちょっとね、うん、そうそう、食べにくいでしょ、喋ってると。そう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 、あのライブ終わってからの2人であの黙々と喋らず食べるから。何にも喋らない、ずっと誰も喋らないから、すぐ食べて、ずーっと今食べてください。今食べてください。そうそうそう、ネタもね、ほら、よくなくなっちゃうから。まあちょっと後で食べますんで、あー、出た出た出た。カノンさん、ツアーの前の日は飲みすぎて遅刻しないでくださいね。はい。そうですよ、あれ。あれ、ダメですよ、あれ。もうしませんです。ダメですか。もうしません。あれ、電話もどっか行っちゃった、はい、あれでね。チャートさん、ゲスト、カノンさん、嬉しいサプライズです。神経痛をこらえて、焼酎飲んでる会がありました。焼酎、神経痛こらえてね、これ、うん、チャートさんってあの、ツアー来てくれた人よ、これね。はい。はい。チャドさん、チャドさん、ね、またタイ来てよ、次お願いします。チャドさん、お願いします。よろしくお願いします。焼酎と日本酒も。長尾明さん、カノンちゃん復活嬉しいということですよ。はい、ね、長尾さん、うん、復活しましたよ。
長尾さん。ありがとうございます。ありがとうございます。カプカー。カプカプカー。カプカー。ね。すごいっす。今何人？今な500人ぐらいね。500人見るのかな今。そう、すごいね。まあ激うま大食堂って前ね YouTube チャンネルやってましたけど、うん、まあそっちはちょっともうね、まあ、彼女も忙しいし、まあ、僕もちょっとね忙しいんで、うん、まだあのチャンネルちょっとね運営していくのはもうちょっと大変なんで、うん、まあちょっとこうまああそこの動画をまあうちのメンバーシップの会員だけに公開するっていうのがやっていくかもしれませんけど、ちょっとあのチャンネル自体を開設するっていうのははい、まあやらないんですが、まあ、月1回ぐらいこうやって一緒にこのこっちのチャンネルでですね、あまあ出て、うん、まあライブやったりとか、うん、まあどっか食レポやったりとか、はい、みたいな感じでちょっとやっていこうかみたいな、うん、あの話になりましてですね、うん、だから前のあのチャンネルをちょっとやっていくっていうのは、うん、あのまあやめとこうかと、いうことですよ。はい、はい、小次郎さん、あこんばんは、西尾さん、かのんちゃんに何課題、あ、ありがとう、小次郎さん。北海道のね。おー。北海道の小次郎さんです。そうです。はい。早く北海道行きたいです。北海道行きたいって、小次郎さん。北海道呼んであげてください。お願いします、小次郎さん。はーい。こう、あの、北海道呼んでくれたらガイド、うん、ガイドはできないか、北海道。じゃあ今度、西尾さんとも。はい、日本行ったら北海道行きましょうか、はい、そうね、そう、まあ、来年は一緒にあの日本行こうかって言ってるんですけどね、うん、今年はちょっとあれですけど来年はね一緒にまあ、うん、そう、一番東京来たんじゃないの東京でしょと、まあ、まあ一番だったら東京でしょ、ね、そうそう、北海道じゃないでしょ東京行きたいでしょ一番皆さん北海道をお願いします一番行きたい東京でしょねえ、のぶちびたさん、かのんちゃん IG お願いします、インスタやってます。これ今、あのかのんさんの IG はね、ああ公開しませんからね、なんかオフ会に来た人とか、うん、あの一緒にこのなんかツアー来た人には、うん、直接は教えますけどね、はい、こういうちょっと YouTube では教えてないです今、はい、そうです、彼女、まあプライベートでやってますからね、うん、あの IG が、はいまあ、だから野茂地美田さんもなんか来たらいいんですよ、来てなんか参加すれば彼女あったら教えてくれますから、はい、あの来てくださいね、野茂地美田さん、ここではちょっと教えれませんよ、うん、これということでありがとうございます、野茂地美田さん、乾杯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 。和也さん、かのんちゃんは名古屋のオフ会のサプライズ登場するのかな。いや、そりゃ、和也さん、うん、そりゃ、サプライズ登場するのかなって、それここで言ったらサプライズならんでしょ、サプライズじゃないですよ、それ言えないんですよ、これねえ、スプライズだったら秘密ですよ、スプライズだとこ言えないから、どの道ね来るかもしれませんけど、どの道言えませんから、そう、でも和也さん、来るの名古屋府会、来るのそんな、なんかサプライズあるかなとかつって申し込んでる名古屋府会ということで、和也さんね、そうですね、和也さん、ありがとうございます、乾杯、ありがとうございます、和也さん、乾杯うんねえかのんちゃんの激うま大食堂まだ見たい、うんねえ、懐かしいな、でも4年、3年、4年前、そうですね、ねえ、4年前、懐かしいね、ほんと毎週やってましたから、うん、いけないけどね、いけないんかい、いけないんかい、おっちゃんねるさん、ご案内ありがとうございました、うん、三重県も、あ、おっちゃんねる出たもんね、うん、知ってます、おっちゃんねるって、うん、おっちゃんねる、おっちゃんねるね、うん、懐かしいね、うん、おっちゃんねる、あれ、2人だよね、夫婦もね、そう、2人の夫婦と一緒に、あの、トクトク乗っていろいろ、あ、お店、そうそうそう、行ったりね、そう、一緒に食べました、おっちゃんねるって YouTube チャンネルがあって、うん、そこにあの出てるんですよ、うん、はいはいはい、こっちのチャンネルで食レポ復活させるのは谷屋大学の副大のおっちゃん出てほしい、あー、きぬこさんの、きぬこ
きぬこさんの旦那さんね、まあ、出てくるんじゃないですかそのうち。かぶんちゃんのお母さんは元気ですか？おお、お母さんすごい元気ですよ。お母さんは元気ね。そうそう、今すごい元気です。ああ、よかったね、うん、俺も会ってないからな。そう、すごい元気ですよ。お母さん、なんかお店やってんもんね、ずっと。そうそう、今、ね、なんかレストランだけじゃなくて、なんか、氷、あ、氷の販売。そうそう、氷の販売もやっていますから。すごいですよ。そう、お母さん、いろいろレストラン、今、うん、お店もやってますけど、氷のね、うん、飲食店で使う氷の販売とか、うん、そう、経営者としてこういろいろね、こんなじゃないかな多分。なんか校長からもらって、うん、いろんな小さなお店のこう配ってるみたいなね。そうそうそう、あ、やってたんですね。はい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 、そうそうそう、やってるらしいですよお母さん、うん、やり手やから。そう、前にも、うん、ママも髪の毛長いから今すごい短くて、うん、そうそう、短いからもうやってますよ。まあ、今も自分もたまにお店に出ているから、うん、そう、毎日やってないです。あ、お母さんたまにしか行かない。そう、たまにが、あ、お店にいます。あ、毎日行ってない、ね、そう、毎日、今、他のスタッフ、あ、できるね。そう、親戚、私の親戚が一緒に手伝っていたんです。あ、そうなの、うん、へえ。だから、まあ、お店に行ってもジェペンデイさんね、ジェペンデイさん、ジェペンデイさんに行ってもお母さんが毎日いるわけじゃないんで、うん、そうそう、ラッキーだったら、はい、ママと会ってなんかいろいろなお祝いが来ますよ。まあ、そうね、そうそう、そうね、なんかいつも、たまに私お店にいなくても、なんか日本人のお客さんも来てくれて、うん、ママがすぐ電話してて、うん、来たよ、今日本人のお客さんいるよどうするどうするどうする。お母さん日本語喋れないそうそう、ルーするの、私、いいよ、なんかみんながタイで食べれるから紹介して、ああ、ルーする、はい、これいいの、はい、これも、これいいよ、みんなタイ語喋れるから、ほとんど、あそこまで行ける人はね、そうそう、ちょっとは喋れるでしょ、うんうん、そうね、でも、皆さんですね、私のお店が、来てくれて、本当にありがとうございます、すごい大変したんですね。へぇ、そう、あ、そっか、コロコビトで、うん、うん、それまた生き方も大変ですよ。まあ、まあ難しいね。そう、難しいです。なんだっけ、地下鉄からまたバスだけが、タクシーだけが、そうね、まあグラブ使えば行きやすいもんね。そう、グラブも、でもいいです。グラブで行った方がいいね、うん、うん、まあ、今もうラーパウロリーすごい渋滞が、今工事してるからね。そうそうそう、で、もしそろそろもうちょっと電車ができればその行きやすいだと思います。そうね、そうね、あそこ電車通ればね、うん、そう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 、ダオちゃん、ダオちゃん懐かしいんだ、ダオちゃんね、ピダオ、ピダオ、ピダオね、うん、ピダオ、ピダオ、うん、ピダオ今もう結婚して日本だからね。そう、日本にいますよ、そう、ピダオ、ダオちゃんにもちょっとたまに僕は仕事をね、翻訳の仕事とか、うん、お願いしますよ、今でも、うんうん、ダオちゃんつながってますよ。すごい、なんかフェイスブック見てすごい元気してますよ、うん、幸せそうだよね、うん、日本人の旦那さんと。そうそうそう、ひらー、早くタイ戻って、会いたいよ。ダオちゃん戻ってこないでしょもう日本で、はい、戻ってこないの、日本、東京で楽しくやってるでしょもうね。ダオちゃん懐かしいね。そうそう、あ、まあまあね、いろいろありますよ。そう、なんか、うん、仕事した時にもすごい偉いお姉さんですよ、なんかいろいろ。あれ何歳上なの、ダオちゃんって何歳上なの。私と1個か2個、あ、そんなもんなの。そう、1歳か2歳上、多分、多分だと思ってない。あ、ダオちゃんいるじゃん、ねえ、あ、いいよ、ダオちゃんいるじゃん、あ、ダオちゃんいるじゃん、ウィフィダオ、何歳、ウィフィダオ、私2個上じゃない、2個上でしょ。ダオちゃん何歳だったっけ。若いからね。いや、何歳だったかな、分かんない、俺も、うん、ダオちゃんいるじゃんいますよ、いるじゃん、これねえ、フィダオ、フィダオ、キットンなかー、キットン、キットンよ、カマンも入らねえよ。カノンちゃん、カノンちゃん言いすぎって書いてある。カノンちゃん、何よなんでカノンちゃん言いすぎって書いてあるあ、いいね、私、え、もっと上だっけ、1個上、1個上か、いや1個じゃないでしょ、多分
一個上ですよ。二つか三つ上じゃん。ええー、翔さん広いですよ。まだ旦那さん若いから。秘密ですってこと。ええ、まあ、でしょ。え、ナオちゃんいくつだった。おじじ関係ないよこれ。でもそんなでもなんか若干いくつだったけど、うん、ちょっと覚えてないよな。ナオちゃんも可愛くて好きです。ナオちゃん東京いますからね今。ねえ、なんかタイ語で来たよ。キッティングコーニハー。あ、キッティングコーニハー。そうそう、タイ語送って、キッティングコーニハー、すごい。ナオちゃん、YouTube2 回出てるからね。そうそう、いつも、ニショウさんもずっと話したから。そう。すごい、ナオちゃんが会いたかったよ。ね。ナオちゃん、翻訳の仕事やってますから、今。日本でね。そう。ちなみに、カノンちゃん何歳？今年、そろそろ29です。あ、もうそろそろ29です。はい、今28で28、もうちょっとで29歳ね。6月26日。6月26で。そう、29になります。29。29。まあ、6月26日じゃあライブ配信、あの、カノンさん誕生日ライブ配信やらないといけないね。はい、ね。マナオキングさん、カノンちゃんお帰りなさい。2019イーペン祭りでは心よく写真を撮ってくれてありがとうございます。2019最後だね。だからそうですね、コービットの前だね。そう、コービットの前めっちゃ忙しかった時、あれ100人ぐらい来たんだね。100人の、ね、バス2台です ね、バス2台ね。そうそうそう、だからいろいろな皆さんに全部でお世話になってないから本当にごめんなさいです。めちゃくちゃあの時忙しかったね。うん、忙しかったです。マノキングさん写真撮って、うん、写真撮ったんだって一緒に。そう、ありがとうございます。マノキングさん、あの、今年イーペンやるんだったら一緒に行きますんで、うん、ぜひまたね、タイミング合えば、はい、一緒に行きましょう。はい、お願いします。マノキングさん乾杯。ありがとうございます。年齢聞いてセクハラ年齢聞いてセクハラって、いや、めちゃめちゃ若いからいいじゃん。別に若いからいいでしょ。年齢聞いてセクハラって、20代の子に年齢聞いてもいいでしょ別に。そんな怒られる俺。6月29日あれって木曜日やつ。木曜日バースデー、バースデー、木曜日バースデー。そう、すごい、すごい、同じのバースデーライブ、バースデーライブ配信、6月29日、じゃあやりましょうよ、誕生日。スパイさん何を食べているんですか今。これなめろうでしょ、これなめろう、これサバ、サバ、これが明太子天ぷら、明太子、ポテサラ、ポテトサラダね。そう、あとでお寿司食べます。これだからライブ配信終わったらね、あとでお寿司をね。いくつならダメなのいくつならダメってさ、いくつダメなの。ガミさんの年齢ぐらいが多分もう NG でしょ多分。だからねえ、それぐらいじゃないですか多分ね。かばいかばいかばいまあまあ、ね、なめろう、なめろう、これなめろうですよ。海苔、なめろう、久しぶり食べた。なめろう、なめろう、これなめろうを選んだのはカノさんですからね。そう、私なめろう食べたいっつって僕が選んだじゃないですか、なめろうは。私、おっちゃんからですね。え、おっちゃん。そうそう、おっちゃんだって、なめろう、なめろうなかなか選ばないよ、うん、当てやもん、当て。そう、普通の女性かを選ばない。選ばない、選ばない、普通の女性選ばないね。あー、選ばんね。私、父からなんか父の食べ物がすごい大好きですね。お父さんお酒飲むの、うん、あ、お父さんお酒飲むの。お母さんか。お母さんビールかな。あ、お母さんもちょっと飲むの、うん、ねえ、なめろう美味しいね。うん、美味しいでしょ。大丈夫。なめろう、ふやはいめるちゃ。え、なめろう、前なめろう、あっちですね。彼氏に聞いたらいいじゃん、彼氏は旦那さんにね。なめろう食わないで。自分、日本人の旦那さんいるんだから。旦那さんに聞けばいいじゃん、ダオちゃん。ねえ。ケンモポンさん、日本酒飲んでください。日本酒飲むの、今から。日本酒、日本酒。
誕生日の方がいいじゃないか。誕生日の方がいいんだっけ。そうそう、誕生日ケンマンポーさん、うん、俺飲むか俺日本酒飲むかそうで俺飲むよ、うん、ケンマンポーさんね、あの誕生日に日本酒飲むから、うん、あ俺飲んでいいケンマンポーさん皆さんお祝いがいっぱい来てください、ね、ありがとうございます、うん、ケンマンポーさんありがとうございますわしょいカボナカボナカボナなめろうで何杯でも飯食える。なめろうで何杯でも飯食えるの？ご飯食べるの？なめろうで。丼にすんの？なめろうで何杯でも飯食える。うん。お。加減もできる。そうですか。ですか。ね。いいね。ケンモーポンさんね。はい、タイ語来たよ。シューマンポケモンヌブキポケモンよ。なポケモンなんやこれ。ポケモンの名前みたいですね。なめろう。そう、なめろう。なめろうって今ポケモンのお肉食べているから。ああちょっとダオちゃん、あんた翻訳やってんな。日本語で書いてきてよ。ちょっと読めない、わかんないから。日本語で書いてダオちゃん。ね、あのタイ語で書いてもあんまりみんな読めないから。ポケモンのお肉じゃないですよ。ポケモンのお肉じゃないから。アジ、お魚はアジですね。ちょっとアジ、アジ、そうそうそう。うん、だからね。なめろう、なめろう焼いても美味しいですよ。うん、なめろう焼くの？わからないです。酒、でもこのお店は生ですね。生でして。いそうですね、うん、ダオちゃん。いそうね、ポケモンにね。うん、なめろう。なめろう、ね。面白い、うん。ダオちゃんちょっと頼ますよ。なめろう焼く。そっか。そうか、東京だもんね。東京だよ、まあ、ダオちゃん。だから来年、うん、ほら、一緒に東京行ったらダオちゃん会いに来る。うん、ダオちゃん、番号帰ってきてないの、全然。そういえば。そう、コビット終わったのに。ね、帰ってこないの、一緒に。うんうん、もう何、バンコク帰りたくないの、もう。タイに帰りたくないの、もう。日本の方がいいんだよね。ね、日本の方がいいの？もう帰ってこないの？タイにも、うん、そんな。でも今ダオ姉さんはどれくらい日本に住んでいますか？いやだってCOVIDの前でしょ。そう、あもう3年ぐらいいるじゃない？4じゃないですか。4年か3年か。4年、そう、うん、ね、うんうん、そうで、その後COVIDの時に結婚したんじゃないの？うん、う、ね、確かね、ちょっと日本酒飲もうかな、なんか日本酒飲め言われたから。どうぞ日本酒飲んでどうぞ日本酒飲んで帰れるかな、俺ここ寝ないかな、俺大丈夫。日本酒なんかあったっけ。ありそうですね。日本酒あるの？日本酒ないよ。芋、芋焼酎しかない。サワー。でもお寿司の店だったら、お寿司の店だったら、いや、ないよ。でも日本酒切りますと思う。え？ないけどね。日本酒ないんじゃない？ね、ダオちゃん、小次郎、丁寧に。小次郎、あ、これ、いや、仕事が忙しくて、なかなか帰れないです、うん。あ、そういうことね。仕事が忙しい。なるほど。仕事忙しいんだって。そう、早く帰ってよ。帰れないんだって。うん、そう、日本酒ないな。焼酎しかない。スタッフ来てみますか。え、スタッフ行くの？スタッフ呼んでもらえますか、うん、ラオ、ラオイポン。日本酒って何？クボタないの？そんな高い酒ないでしょ、クボタなんで、うん、2019年の9月25日だ、COVIDの半年前ぐらいか。もう4年ですね。もう4年じゃん、もうすぐ。3年半か。うん。3年半だよ、もうだから。うん。ね？ダオちゃん。もうあと、6年。ねえ。秋には、あ、酒入れるか。酒、うん。日本酒2杯。少々見てください。はい。スパイさんが遅いえスタッフうん、うん、
はい。So I... ちょっと見えない。見せて。今、酒。あの、暑いのはどうですか？日本酒が売ってます。ローンドリーですか？お客さんくれよ。あ、じゃあ、アスカン。これでいいです。This one? はい。アスカンの日本酒。はい、はい。クボタがあったわ。アスカンだね。いや、アスカンかわかんない。クボタがありましたよ、クボタ。350ミリのクボタ。ちょっとちっちゃいやつ。ね、まあ、サローガン。ザローガンってどういうことですか、菅原さん。意味がわかんないんです、これ。ちゃんとわかるように説明してください。カノンさんに。ザローガンってどういうことですか。日本語がわかんないです。ちゃんと説明してください、その。ローガン。同じよ。わからない言葉もありますよ。そう、わからない言葉はちゃんと説明してくださいよ。すいません。ローガン、ローガン、4年近くいても一度も花火大会見たことないです。あ、コービットだからね。あー、コービットだから、あれだよ。そう、しょうがないね。久保田なら冷やで、久保田なら冷やって、冷たいのがいいなって。まあ、でも今年あるんじゃないの、花火大会は。そうですね、今年はもういいね。ね、こんばんは、かぬんちゃん、チャナさん。チャナさん、この前ほらツアー来た人、チャナさんは。トマディーハー、こんばんは。あの、いっぱいビール飲んで、ほら、あの、ね、そう、隣に隣に、隣にほら、いっぱい飲んでた人、そう、いっぱいビール飲んでたでしょ、あの人ね。いっぱいビール飲んで、ね、チャナさん今ね、ホワヒンで、ホワヒン。え、本当ですか？ホワヒンで、子供と一緒にね、お子さんと。ナオト平田さん、あ、ちょっと待って。カノンちゃんに質問です。タイ人女性は LINE の返信が遅いとなぜあんなに怒るのですか？浮気を疑われているのですが。 LINE の返信が遅いと怒られるの？そうそう、どうどう。だから今、例えば彼氏がいました、います、LINE したけど、返事がもうなかなか返ってこない、夜とかね、何知ってる、何言う、ジャオチューみたいな。え、そんななんの？え、そんなんの？ LINE が返信遅いと。いやー、多分、なんていう、女性によったら、例えば、まあ、浮気と思ってるんだけど、まあ、やっぱり遠距離みたいかな。わからないけど。いや、例えば、カノンさんだったらどう思う？遅かった、まあ、遅くてもいいわと思うの？あ、どっかなんか、まあ、飲みに行ってんのかなと思えるのか、遅いなーとかって。何してるみたいな。どっちなの？どっちなの？私、ちゃんと理由が聞きますよ。あ、なんで遅いのと。そう、何したの、何してたのと。そう、何してたの、あ、仕事忙しかった、そう。あ、それ聞くの。そう、聞きますよ。ちゃんと、理由が聞いて、夜返信がないと、そう、聞くの。うん。あ、そう。でも私、ちゃんとすぐ怒らないから、ちゃんと理由が。あ、最初ちゃんとね。そう。いきなり怒らないんだよ。なんで遅いのとかって言わない。そう、言えしませんですよ。ちゃんと聞いて、飲みに行ってたんだよ。そうそう、誰ととか聞くの、やっぱり。そう。誰と行くのとか。そう。女の子いたのとか、それ聞くの。まあ、こういうのは、なんか詳しくが聞かないですよ。あ、詳しく聞かない。そう。別にまあ、飲みに行ってたよってだったら、もうそれで終わり。そう。あ、そうですか、そう、みたいですね。でも、彼氏が、すごい、何？かっこいいだったら、すごい、なんか心配なの。そう、心配してますよ。え、誰と一緒に行くかなと思って。彼氏がかっこいい、俺ね、2人しか見たことないからね、今まで。カノンさんの彼氏、日本人ね。1人はほら、G ダイリーでしょ。もう1人は後で、ね、かっこいいでしょ。誰、G ダイリーの方。G ダイリーじゃない、後の方。そう、かっこよかったかな。でも、タイ人だったらすごいかっこいいですよ。本当？そう、私一緒に歩いて。ブーちゃん飲まない。ブーちゃん、そう。やだ。いや、
じゃあ、あの、かっこよかったら俺顔忘れちゃったけど、まあタイ人だったらすごい私一緒に歩いて、ああ彼一緒に歩いて、ああなんかタイ人の女性がうーんずーっとじっとしてて、私何するみたいな、ずっと見てるんですね、うん、そうそうですか、まあまあまあ、うん、らしいですよ、うん、よくわからんけど、私、あ、ダワちゃん、私は逆です、遅いのは私です、でも普段早い人が遅くなったらちょっと心配です、事故なのでは、そうそうそう、そう、なるほどね、まあほとんど大、まあ、やきもちの理由じゃなくて、やっぱりは好きだったら、心配してますよ、うん、何かあったとか、まあ、うん、やっぱり、まあ心配、そういう意味でね、そうそう、浮気とかじゃなくて、ね、そうそう、まあ最初事故があったとかね、そう、事故が、そう、ダオちゃんと同じですよ、だから、うん、普段から早く返したらダメなんだよ、うん、みんな、男性は、うん、だピュ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 早く返すから疑われるんだよ、うん、だもう普段からもうね、返信も遅く返してんねや、うん、もうそうならもういつも遅くてもほら怒られないから、うん、そう、まあ、本当に忙しくてもでも一個だけでもあ、今忙しいからごめん、後で連絡する、いや、そう、そんなもん怒らない、もう暇でも送んないんだよすぐ返すからダメなんだよ、LINE とか、そうそうね、もう LINE とか返さなくていいよ、ほんな半日ぐらい、ここでひどい、ね、いや、みんなのね、あの付き合いだした時はみんなさ、うん、嬉しいからピピピピ返すんだよ、そうそうそう、だからダメなんだよ、うんうん、付き合いだした時ももう返さない、うん、もうずっとこうね、我慢我慢、畑さん、かっぱいいです、かっぱいさー、久保田、そう、久保田、飲んでます、久保田、美味しいですよね、一人久保田飲んでるけど、 LINE は早めに返した方が俺なんか返信しないからね、LINE の俺 LINE の返信とかしないの普通だからね、俺LINE は早めに返した方がね、そんな別にいい、ね、そうですね、短くでも、ちゃんとなんか LINE しててすぐ連絡して、あ、あとで連絡するよ、じゃあ、なんか甘くの、 あのなんかメッセージ来て、じゃあ後で連絡つくね、それハートも作って、これもハートを作ってね、そう、安心してますよだから彼女いないのですねあ、そうね、 LINE とか返信しないからね、俺、そう、でも西尾さんはレス早いですね、用事の DM、 そう、用事は早いのよ、俺、うん、用事は仕事とかのなんか用事は早いけど、なんあんまりそういうの関係ないとね、あの返事 しないんですよ、僕あと返事遅いとかもうなんかそういうのしない、はい、それはだから彼女もいないよね、それはね、しょうがないよね、いいよ別に彼女いなくて、別にいらんもん嘘、いらんは嘘です、いらんは嘘、彼女は欲しいです、うん、のぞみーさん、LINE はすぐ返そうよ違うねん、理由分かるでしょ、違う、仕事とかは返しますよ仕事とか用事のやつは、なんかそういう、なんか何のか仕事でも用事でもないさ、別にいいじゃないですか、いつでも、そうですね、ね、ダメダメっすかダメ、そんなみんなパパパパやんのすごいいっぱい見せてきてますよLINE、ちょっと LINE 問題、いや別にいいんじゃないダメ、うん、ねえのぞみさん、そんな言わんといてね、女心分かって女心分かってて違うやんよくないなんか俺が責められてるな、やない、くそー、何やろな、これつらい、つらいな一番悩むことはつらいな、つらいな、そう嫁は欲しくなくても彼女は欲しいんですね、ではレスポンスは早めに直人、平田さん、ちょっと待って、カノンさん、直人さん、ありがとうございました、カノンさんにいっぱい、あ、直人さん、直人さん最近タイ人の人と結婚したの、あ、本
ですか。最近おめでとうございます。チェンライのね、うん、おめでとうございます。今もう幸せなんですよ今。おお、いいですね。直人さんも幸せ、うん、チェンライはどうですか。チェンライのね、うん、奥さんと今もうラブラブやで、ラブラブ、うん、ほんま、ええー、な。結婚おめでとうございます。ねえ、おめでとうございます。羨ましいね、ほんとに羨ましい。俺別に結婚したくないけどですね、うんね、さっきちょっとまあね、カノンさんにも結婚したいかどうかみたいな話をちょっと始まる前にしてましたけどね、はい、結婚話みたいなね、うん、やっぱり私も結婚したくない。あ、企画したからね。あんま結婚願望ないらしいですよ、うんうん、でも旦那さんが欲しい、はい、だけどでも結婚はいらない。だから彼氏は欲しいでしょ。そう、彼氏が欲しい。欲しいけど別に結婚はしたくないでしょ、うん、うん、そうね、そう、そうらしいですよ。そういう人いるんじゃないですか。日本人も多いんじゃないですか今ね、うん、なんとなくパートナーみたいですね。うん、そう、うん、子供もまあ子供が好きだけど自分の子供がいらないね。いらないです。だからパートナーとして彼氏として欲しい、うん、結婚はしなくてね。そうそうそう、そういう人がやっぱりいいと、うん、カノンさんはそうらしいですよ。そうそう、結婚いいですよのぞみさん、結婚いいですよ。本当ですか結婚いい、何がいいのかね、結婚。あ、じゃあいいこと、結婚のいいこととかコメントしてください。そうね、何がいいのかねそう、結婚のね、うん、聞きたいよね、うん、俺たち結婚したことないからね。そうそう、私もだから、その結婚の何がいいのか。がお姉さん、結婚結婚したな、結婚の何がいいのかね。いいことなんですか。だお姉さんにも聞きたいね結婚を。そう、まあ、だお姉さんは結婚したから日本も住めてるしね。そう、うん、あれじゃないですか、うん、ねえ、結婚何がいいんだろうね、うんうん、一回したからもういい、菅見さんは、うん、なるほどね、うん、あ、なんだろうね。そうですね、結婚一回したらちょっとまあ、わからないけど、うん、でも女性だったら大変だと思いますよ。女性だったら大変なの。そうそう、うん、石丸さんのように何があるかわからない、うん、まあ、何があるかわからんけどね、人生。でも私、なんかタイ人の家族から、うん、なんかママと一緒になんか冗談に話してて、うん、もし私結婚したらどうするの、うん、そう、もし結婚したら彼氏がなんか家族のなんと言いますか、うん、一緒に家族がいろいろなサポートできるのみたいな。あ、家族になること。そう、そう、例えば家がちゃんとある、自分な両方と一緒にやるみたいな、仕事をどんな仕事がしてるとか、お金どれくらいが、ま、やっぱり今ですね、お金が大事なことから。いや、お金大事よ。そうそうそう、お金大事よ。何でもお金にかけてるから。いや、それお金大事よ。それはね、まあ、お金持ちだけじゃないけどね。お金だけじゃないけど。でも真面目の人、うん、ちゃんとなんかお金も貯金しているの人、そうそうそう、仕事も、仕事もないお金もないじゃね。そうそう、大変ですよ。それもまた将来も何をするとか、うん、そう、ね、いろいろな。いっぱい聞いてて、私ちょっと待って、これ冗談だけ冗談だけ聞いてるから、まあ、まあ、冗談じゃないよ、結婚だったら。そうね、うん、ね、やっぱり親が、あ、うん、親です ね、 親ね、いろいろな経験があったから、それも皆さんからちゃんとか聞きたいですね。ぶつかったりするけど、いいことも悪いことも2倍になって、人生にワフワフができるかな。うん、そうだね、うん、彼氏がいるならそれもその時もね。ダオさん、結婚のいいところ、晩ご飯を作ってもらえること、いつでも話し相手がいること、一緒に出かける人がいること。あ、寂しくないってことね。あ、一緒にご飯食べるし、一緒にどっか行けるし、うん、でもこれ一人でいる方が好きな人はちょっと嫌だよね、うん、そう、いるじゃない、うん、俺一人でいるの好きだからね、うん、一緒にずっといたいとしんどいね俺は。いつも一緒におるの嫌なの俺は。ね、俺はあんまりそれないな、
カノンちゃんの日本語パワーアップしてる。うい、本当ですか。結婚したら孤独死リスクが減る。ん、あの結婚したらほら、うん、もう例えば一人でいたらさ、うんうん、おじいさんだったら、うんうん、俺一人で死んじゃうかもしれないでしょ。はい。でも奥さんがいたらさ、うん、分かるじゃん、ほら体調悪くなったら、ああ、そうそうそう。それがほらない。一緒にね。そう。ああ。今もうまあ必要ではないですよ。なんか何と言いますか、日本語。ピラオバンハコチャラなんだっけ。ちょっと調べますよ。うん、ちょっと辞書使います。はいはい。寂しがり屋の欲しがりなのに。だから寂しい時だけ、寂しい時もありますから。でも常に寂しいわけじゃないからね。一人の時間も欲しいもん。養護ホーム。え？老人ホーム。あ、老人ホームね。そう。あ、老人ホームね。もうそう、老人ホーム今すごい。老人ホーム入れと。そう、すごい流行ってるよ。流行ってるね。そう。大体 今ですね、タイ人の私の同じの年齢ぐらいですね、うんうん、みんなの、いろいろな聞いて、もし家族いなかったらみんな老人のホームが、あー、老人ホームね、今もすごい、お金が貯金してて、あ、それも、ね、そうそう、老人ホーム行こうよ、みんなで、そうだ、みんなで老人ホーム行こう、一緒のね、うんうん、そう、楽しいよ、俺老人ホーム作るからみんな来る、一緒に、そうね、でも私サポートしましたそれね、そう、うん、観光局、観光会社もやめて老人会社やりましょうかね、やろう、ええね、うん、もう年齢的に介護目当ての結婚しかない、うん、ガミ一人は楽しいよ、うん、そうだ ね、うん、まあ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 ね、 YN さん、西尾さんの動画に沼って仕事の休みが取れるためにと包帯します、次回はトトさせてください、西尾最高、うん、おう YN って僕の安春にしようのあれですね、違うのか分からんけどありがとうございます YN さん、ね、YN さん、うん、YN さんってこれか、こうですね、うん、以上、ありがとうございます、ワイエヌさん、ありがとうございます、久保田飲んでます、わっしょい、だからみんなその老人ホーム、麻雀部屋作っていやいや、いいじゃないですか、いろいろ老人ホーム、でも最後に老人ホーム行ってみんないろいろな、やることもできるじゃないですか、だから、そう、だからみんな集まったらいいよね、うんうん、年取ったら、そう、西尾村が老人ホームになって、だから西尾村イコール老人ホーム、うん、だからみんな集まったらいいよね、うん、そう、M1 で、たくさん稼いでいますけど 100% 鬼が管理です、鬼がいくら持ってるか知らない、このムサさんっていう人なんだけど、はい、これ男性、男の人なんだけど、この奥さんがこれ写真なんだよ、可愛いでしょ、そう、美人ですよ、結婚してね、今、はい、すげえ美人な奥さん、タイ人の奥さんがもらってるんだけど、すごい、でもね、このムサさんはね、たくさんお金稼いでるんだけど、うん、全部奥さんが管理してるんだよ、もう奥さんが全部、そうで、だから奥さんが全部持ってるから、うん、旦那さん知らないんだって、うん、いくら持ってるか、そうそうそうですね、ムサさん、ちょっと俺管理しようか俺管理するするよ、ダメ余計信用できん、ダメでしょ、余計信用できん、余計信用できん、そうですか、まあでもね、夫婦仲いいことはいいじゃないですか、うん、ね、ムサさん、うん、羨ましいよ、うん、なんだかんだ言って幸せそうでね、そう、ムサさん、ありがとうございます、乾杯、ムサさん、乾杯、乾杯、ムサさんってあれなの、俺がだって俺に会いに、うん、アンパワーまで来たからね、バンコクからタクシー乗って、本当ですか、本当よ、遠いですよ、バンコクからアンパワーまで朝来たから、はい、1時間、
タクシー乗って。やばい、俺のこと好きなんだよ、うんうん、奥さんより俺のこと好きなんだよ1時間かけてアンパワーまで来て、俺にお酒こうやってプレゼントして、そのまままたタクシー乗って帰っていったからね、番号まで、番号まで。すごいよ、すごいよ、すごいですよ、すごいよ。そう、だから奥さんよりも俺のことを好きなんだよね、うん、ほんま、うん、そうなんですよ、ね、みんな変な人多いですから、こちらチャンネルは。明日日本に帰ります。あ、明日日本に帰るんだ、小沢さんはね。あ、はい。あ、そうですか。明日日本帰るんだって。今はまだ日本で寒いですか？日本寒いよね。うん、寒いよ。皆さん健康も気をつけてくださいよ。健康気をつけて。本当ね。でもタイは今すっごく暑いですよ。ねえ、このタイも暑くなってきたよ。暑いですよ。ねえ、そう、うん、皆さんそろそろ1時間経ちましたから、うん、1時間、今日もライブ配信1時間で決めたから、あともうお寿司食べるよ、はい、ライブ終わってということでですね、今回のライブ、うん、まあカノンさんが一応うちの会社に戻ってきたと、うん、いうことをですね、まあ、ご報告するライブ配信ということで、はい、ございました。じゃあですね、最後、カノンさん、はい、見てる、今500人ぐらい見てますから、すごいですね。皆さんにですね、はい、一言ちょっとなんか日本語でね、お願いしますよ。はい、はい、そうです。今日も、皆さん、今回の、コラボかな、コラボのライブがしてて、本当に見てくれてありがとうございます。これから私、トリップに西尾さんの会社で働いていますから、なんかいろいろなことがあるから、またもし、素直があれば、本当にいいサミックがあれば私素直もやりたいですよ、うん、あと今年の、11月の、うん、イーペン、ね、祭りぜひ私行きますから、皆さんよかったら一緒に参加しましょう。私と一緒にいろいろなライブトーンやったり、イーペンも流したり、ね、そう、また、北の料理も一緒に食べたり、そうね、それも私いろいろな皆さんに紹介、また紹介したいですよ。そうね、そう、今回も戻っててすごいワクワクしてますよ。ワクワクしてるから、やっぱり自分のなんか好きなことがやりますから、ね、皆さん今日もこれからもよろしくお願いします。まあ、まあ、月に1回ぐらいはね、うん、うちのチャンネルで今後もまあ出てもらうんでね、はい、まあ、ライブ配信かちょっと編集の動画かわかんないですけど、うん、まあそれぐらいの頻度でちょっとまあ出てもらいますんで、まあこれからもですね、うん、まあ前回ね、まあ本当COVID でコロナでね、はい、どうしてもちょっとね、もううちも彼女のね、給料とかも払えないなと思ってはい、なっちゃったんでね、うん、申し訳なかったんですけども、まあそれでちょっとね、うちの会社辞めてもらったっていうのもあったんで、うん、まあせっかく戻ったんでね、彼女にはちょっとどうですかと、うん、うちも仕事あるから戻ってきませんかっていうので言ったら、まあ戻りますということを言ってくれたんで、またね3年越しに一緒に働くことになりましたんでね、うん、まあ彼女も至らないところもまああるんですけれども、また頑張っていきますんでですね、はい、でまたちょっと2人よろしくお願いしたいと思います。また頑張っていきますんでね、本当、うん、お願いしますよ本当。キクさん、こんばんは。まさかのカノンちゃん復活おめでとうございます。西尾さんの会社も一層華やかになりますね、うん、キクさんね、キクさんもすごいよ。ありがとうございます、キクさん。ありがとうございます。私も頑張ります。キクさん会いたいよ、キクさん会いたいだって。東京オフ会以来だね、キクさん。乾杯乾杯東京府会以来。クラプトンさん、今帰宅、話の流れが分かりませんが、カノンちゃんお帰り。で、良いの
カノンちゃんに出演料、そうですね、うん、今家帰ってきたからちょっとわかんない、そうです、まさに、はい、今帰ってきましてね、あ、帰ってきた違う、はい、あのうちの会社でまた働くっていう報告でございましてね、はい、そんな感じなんですよ、ありがとうございます、あのエリックさん、はい、クラプトンさん、クラプトンさん乾杯、ありがとうございます、乾杯、ありがとうございます。ぷんぷりさん、かのんちゃんチャンネル登録お願いします。あ、かのんちゃんにチャンネル登録、うちのね、うちのってことね、チャンネル登録はい、美少さんのチャンネル登録、あー、ぷんぷりさん、ぷんぷりさん、ぷんぷりさん、ありがとうございます。ぷんぷりさんね、はい、ありがとうございます、ぷんぷりさん、乾杯、ありがとうございます。まあまたちょっとちょいちょいね、うちの YouTube チャンネルで出てきますから、あとまあツアーのね、まあアテンド、まあガイド業もやることもありますし、まあ僕の YouTube、 あ、かのんちゃん頑張って、ごっさん、はい、あ、ごっさん、ごっさん、ごっさんね、頑張ります、ごっさんも俺、あ、間違えた、え、あ、え、間違えた、え、ちょっと押しましたね、大丈夫、かのんちゃん頑張ってー、グッさん、はい、グッさん、私、買い物頑張ります、頑張って頑張りますよ、グッさんね、ありがとうございます、はい、庄司パッポンさん、かのんさん、お金さん、お寿司食べてください、待って6月に行きます、激うまツアーお願いしますね、やすさんも行こう、6月、え、6月来るんですね、パッポンさん、庄司パッポンさんって、ね、大分県で、九州のね、大分県ですね、大分県、九州、そう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 、あ、そうなんですね、6月、うん、来ますか、ついに、そう、ついに来ますか、そう、6月、うん、6月何日、何日がいいかな、何日がいい、何日がいいかな、ということで、はい、庄司パッポンさん、6月、はい、お待ちしますよ、バンコクで、乾杯、乾杯、ありがとうございますね、みんないっぱい来るね、うんうん、あのタイにね、嬉しいね、でもそうですよ、違うよ、お決まりの掛け声やって、あ、そういうこと、ん、あ、そういうこと、ぷんぷい、あ、あ、そういうことね、あの、あれだ、だからぷんぷい、ほら、激うまでやってたらチャンネル登録、コップンカーをやってほしいんだよ、あー、あれがついたって言ったから、じゃあ最後の最後です、あ、最後、最後、はい、あれやってください、はいはい、はい、じゃあどうぞ、じゃあいいですか、はい、どうぞ、皆さん、西尾版のシャネルもコックかー、よろしくお願いします、バイバーイこれでいい、はいということで、今日のライブ配信はですね、この辺で終わりにしたいと思います、どうもありがとうございました、またまた明日の朝やりますので、よろしくお願いします、はい、どうもお疲れ様です、お疲れ様です、お寿司食べます、はい